あれ言ったっけ、メイド喫茶さ行った話ってどんぐらいした、君。エルムギーでも去年とかのレベルじゃなくない。いやもう去年とかいうレベルじゃない、もうコロナ前だよ。そうだよね、行った行った行ったよって言ったよ。あ、ほんと。うん、アンパンマンミュージアムも行ったよって言ったよ。それ結構最近じゃん。そうそう、去年の夏。じゃあ最近じゃない。でもそう、あんまりさ、僕メイド喫茶行った話した記憶がなくて、なんか家なんか麦やばやばエピソードとかってもしかしてどこにも出さずに終わったのかなと思って。え、待って、でもそんなにやばいエピソードなくない。いや、床が腐ってるとかですか。いや、未だに覚えてるんだけど。なになに。あのメイドさんになんか落書きとかしますけど、うん、なんか書いてほしいものありますかって言われて、うん、え、あの VTuber って知ってますかって言って、自分の顔見せて。本当に。あの、これ麦ちゃんって言うんですけど。いや言ってないって。これ書いてもらえませんかって言って、家長麦を書かせてたよ。麦が、麦がやばいって。いや、だからやばいってと思って。いや、やってないって。やばっと思って。嘘でしょ。やばい、やばい、やばい、やばいことする。やばいやばいやばい。だからこれがなんか3年前からまだまだ、でも3年前だからギリ、そのメイドさんも V は分からんみたいなテンションで、そう、ま、隠してるとはいえ、そう、そう、声、ね、そう、そのメイドさんは、そう、メイドさんは声分かんないからさ、 VTuber よう分からんって言ってるから、だから分かんないとはいえ、これ書いてくださいって言ってわざわざ画像検索してやばい。家長麦やばいって。めっちゃおもろくて。やば。うん、エルと一緒にこいつやばいだろって。いや、いくらなんでも麦が相打つだからといってやばいよ。いや、ほんとに、ほんとにやってたよ、マジで。ほんとにさ、麦やばいと思うよ、麦。あのね、うん、すごい感動した。人間はもうやばいですよ、みんな。いや、相打つだから草じゃなくて、相打つだからだよ、それは絶対。うん、あれ、感動したな。感動するよ、うん、すげえって、家長麦だって気が狂ってる。僕らは知ってるからさ、家長麦が、家長麦頼んでるって。狂ってるよ。すごい喜んだ記憶あるけど、でもこれをすぐに言っちゃうとさ、なんかなんとなく行ったメイド喫茶もなんとなくわかるようなエピソードだったじゃん。うん、そうね、結構、そうね、結構コンセプトしっかりしてる場所だったから。そうだから、それ行った直近で言っちゃうと、あ、あれ家長麦だったんだってなっちゃうなと思って、これしばらく食べてからどっかでタイミングあったら話そうかなって思ってたら、気づいたら3年くらい経ってて、もうだいぶ前だもんね。そう、これ知らないうちにエルとか麦とか話してんのかなって思いながら、今記憶の底から引っ張り出してきたよ。初めて出かけたぐらいじゃない、3人で。あ、そう。あ、そう、そうだと思う、多分。だよね。だってなんかメイド喫茶行こうぜって言って、麦さんみたいな感じだったもんね。その後、メイド喫茶には一回も行かないで、うん、なんかアンパンマンミュージアムに行ったり、そう。なんかご飯を食べたり、そう。してたっていう。そう。あれ以来、一度も行かず。うん、行ってないな。